皆さんこんにちはクルルギスザク役桜井手があです、えー、新作ゲームコードギアス反逆のルルーシュロストストーリーズ発表おめでとうございますはい、えー。テレビアニメ同様のストーリーでですねスザクも基本はテレビアニメおを投手するような感じで登場して、えー、その後の物語も、えー、そのままの流れであ見たことあるなと 懐かしいななんて思われる方もいるんじゃないかと思うんですけどもそこに新しい要素としてその主人公キャラクターが物語に絡んでくるというそういう、えー、立て付けですね。で、えー、この主人公キャラが、えー、日本人とブリタニア人のダブルということで少しこうスザックの心情も分かってくれるんですよ。だからそののスザクとの関係性が えー、そのドラマの中に新しく盛り込まれることで皆さんがちょっと知らないコードギアスの、えー、展開を見ることができて、えー、そこがすごく楽しいところですねじゃあ一体この主人公はスザクそしてルルーシュとどういう関係値を結び物語の中でどういう影響を及ぼしていくのか、えー、そこがまだ私も全部はまだ分かっていないのですが先ほども新しい収録をしたところで、えー、今までのコードギアスではなかった、えー、あこんな会話があるんだとか。 あこういう関係値が生まれるんだみたいなそういう新しいコードギアスの形を、えー、さっきも新しく経験させていただいたので、えー、すごく楽しみだなと思ってます。まず僕がお話ししたいのはやっぱりオープニング映像ですね。そのまあ、もう今あの皆さんご覧になっていると思うのですが、きっと掴まれたことだと思います。あのクオリティのオープニングが見られるっていうのは。 あのやっぱりこの作品への、えー、皆さんの思いが制作の皆さんの思いが詰まってますしあの我々も全然違和感なくあの入っていけるんですよね。で、えー、実際のゲーム画面も本当にすごくて何、えー、て言うんでしょうもっと大きな画面で見たいなってそれぐらい緻密細密に描かれていて。 この迫力を味わえるなななんんてすごいななんて思いました。そのアニメがどうとかとかそういうことではなくてちゃんとこのゲームの、えー、新しいそのコードギアスのスタイルというか形が、えー、ちゃんと出来上がっていてそれでいてちゃんとその原作へのリス,リスペクトも感じられるのでなんかちゃんとこのコードギアスっていうあの何て言うんでしょうね濃ゆい世界観の中に落とし込まれているなという、えー、ビジュアルからもそういうふうに思いました。 『暗、えー、逆のルルーシュ』アニメそうですねテレビの放映からもう15年経つんですねあの、まあ、当時は、まあ、オリジナル作品なので先のストーリーを知らずもう毎週毎週無我夢中で収録に、えー、臨んでいたのですが、えー、これほど感情をかき乱され、えー、揺り動かされる作品は それまで経験したことなかったのでなか,なかこう整理がつかないまま本当物語にこう巻き込まれるようなそういうなんか作品作りの面白さであるとか、えー、っとまた自分知らない自分知らない自分の一面なんかもこの作品で見つけられることができてすごい貴重な体験だったんですけどそれもこれもやっぱり朱雀ルルギス朱雀というキャラクターがあってこそだったと思うんですよね。そののクは非常にこう難ししい境遇のキャラクターでしかも ストーリーが進むにつれて少しずつ居場所を立ち位置変えながら成長もするしちょっと後退もするしっていうそこにはいろいろなキャラクターそのストーリー特にルルーシュの存在が大きいとは思うのですがこの中でこのクルルギスザクというキャラクターをどう表現していくかっていうのは当時もすごい悩んでいたんですけど今ここに立って十何年の年月が過ぎて今また新たにこう作品が動くことで なんていう追体験というかまたちょっと新鮮な気持ちであの頃忘れたわけではないんですけどもちょっと、えー、リ,リニューアルっていうとちょっと違うんですけども何か自分の中でも新しいひらめきというか考えというかアイディアみたいなものをさらに、えー、セリフストーリーの中にこう溶け込ませるようなことができてでしかもその機会をこう新しい作品が出ることで、えー、与えられているっていうのは本当に恵まれてるなと思いますし。 うん辛いこともあるんですけども朱雀と向き合うっていうのはそういう面もあるんですがそれでもそれを上回るすごい大切な体験をさせていただいているななんて思うのでやっぱりそのクルルギ朱雀っていうキャラクターは私の中ですごく特別な存在ですし皆さんの中でもそうであったらいいななんて思ってます。そそれででは最後ににななりまますすがスのの印象的なセリフで終わろうと思いますそのギアス確かに受け取った それでは引き続きイベントをお楽しみください。クルルギスザク役、桜井孝弘でした。